皆さんこんにちは、リクチャンネルです。今回はまたバンゲットさんから11個のスクイーズが届きました。じゃーん、こんなにたくさん11個の、え、1個足りない、10個しかないんだけど、あれ、あ、出てきた、11個のスクイーズが届きました。じゃあこの11個のスクイーズを紹介します。今回もまたこの全部のスクイーズは下にリンクが貼ってあるのでぜひ見てみてください。スクイーズが全部見れるリンクも貼ってあります。ぜひ見てください。そして今回届いたスクイーズはこのキーブルのケーキとフクロウとチョコとサンタのクマと歯と、なんだろう、人形かな、でクリスマスの雪だるまとサンタとお城とこのでっかいキーブルのパンとあと着物を着た女の子です。じゃあ一個ずつ開けていきます。じゃあまずはこの袋から。これ新しいブランドで超可愛い袋に入った袋です。じゃあ出していきます。じゃん、おー超可愛い、やばい、サラッサラ、目超でっかいもん。この目が可愛いね。で色もなんかね、ほら超綺麗、色が2種類でこの、 あの赤紫っぽいやつと青がありました。値段が774円です。触ってみます。おー超低反発、目はかわいそうだからここ、超音が良くて低反発です。ほんと手にねラメがつく、キラキラしてる、こんな感じです。すごい気持ちいい。次はこれ、フクロウと同じ新しいこのブランドの歯です。開けます。フクロウもかわいい、じゃん、お、やばい、これすごい、こうやってるだけでも超柔らかいもん。種類が1種類で値段が462円です。見た目こんな感じ、ギャラクシーだね。すごい、歯磨き粉かな、上はグレープみたいな匂いする、超好きこの匂い。触ってみます。やばい、柔らかい、すっごいしっとりしてます。これおすすめ、超柔らかい。次はこれ、もうクリスマス終わっちゃったんですけど、サンタのクマです。クマサンタ、あ、やばいやばいやばい、これ超柔らかい、見た目こんな感じ、かわいいね。あ、尻尾ないんだけど、尻尾がない。種類は1種類で577円です。触ってみます。あ、超低反発でもちもち、これ超音いいから音フェチで使います。聞こえるかな、超音いい、気持ちいい、やばいね、これもおすすめ。よし、じゃあ次これ雪だるまです。雪だるま、これはスクイシーファンかな、スクイシーファンの雪だるまスクイーズ、じゃーん、おー、まん丸、ボールみたい、もうこれも柔らかいね、こんな感じです。見た目帽子かぶっててマフラー、かわいいね。何持ってんだろうこれ、フライ返し、ほうきか、触ります。おー気持ちいい。種類はこれ1種類で値段が462円です。これはねふわふわしてる感じ、まん丸でかわいい、こんな感じで。次はクリスマスの主役だね、サンタさんです。じゃん、まん丸、かわいいね、ほんとほんとサンタさんだ、まん丸で、値段が462円です。雪だるまと同じ、ここにストラップも入れられる場所があるのでバッグとかにつけてもいいと思います。超甘い匂いがする、触ります。超低反発、やばいやばい、音がいいね、すごい気持ちいいです、もっちもち。じゃあ次はじゃん、バングットでは初めてかな、多分粘土系の人形みたいな形してるスクイーズです。すごいね、初めて見たからこれにしました。4種類、このピンク、緑、青、黄色があります。値段が311円。お、できた、あ、すごい、こんな感じ、なんか中に硬い粘土が入っててすごいね、気持ちいい、もっちりしてる、やばい、気持ちいい、これ粘土系、音がいいね、お、伸びる伸びる、超伸びる、ほらやばい、顔かわいそうだけど超伸びます、ほらやばい、気持ちいい、これ、あ、粘土見えた、見えるかな、もっちりしてます、こんな感じです、これも気持ちいい。次はこれ、チョコレートです。
袋が超かわいいの。ほらチョコって感じ、チョコって感じするでしょ。これ2つ入りのチョコで、ピンクと青のチョコ、やばいかわいい、青とピンクのチョコです。種類これだけで値段が399円です。これやばい、いい香り、チョコの匂い。じゃあ青から触ります。青は硬いけど低反発で、ピンクがねもうね持ってるだけでわかる、超柔らかくて低反発、いや柔らかいのこれ、これおすすめ、ピンク超柔らかい。じゃあ次、じゃん、お城のかわいいスクイーズです。エリック、じゃん、おーサラッサラ、こんな感じです。種類はこれだけで値段が971円です。ほらかわいいよねお城、お気持ちいい、低反発でしっとりしてる、音はそんなしなくてサラサラしてる、匂いはしません。このお城かわいいね、こんな感じすごい気持ちいい。じゃあ次、じゃん、着物を着た女の子です。じゃーん、おーかわいい、柔らか、種類はこのピンクだけで値段が496円です。かわいくないこれ、触った感じさっきのチョコみたいにもう柔らかいって感じがする、匂いはしません。触ってみます、かわいい、この目やばい、柔らかい、超柔らかい、これ音良くて柔らかいなんてほんとすごいね、超おすすめですこれ、やばい柔らか、すごい気持ちいいです。遅くなっちゃった。次はこれ、キーブルのケーキです。ギャラクシーケーキ、出します。じゃーん、ほら超かわいい、色が綺麗、こんな感じテカテカしてる、触ってみます、おー低反発、触り心地はあんまり変わってない、気持ちいいね、やばい、私キーブル好きだからほんと嬉しい、このスクイーズは超低反発で音が良くて、あ、匂い、匂いは前と同じイチゴの匂いがする、あ、イチゴ柔らかい、普通に触ってたから気づかなかったけどイチゴが超柔らかい、こんな感じです、すごいね。次ラストです。ラストはまたキーブル、キーブルのでっかいパンです。これ色がね綺麗だね、色これ2種類あって、私のはピンク、黄色、なんだろう緑っぽい青で、もう1種類が青、濃い青、濃いピンクです。このパンすごい、形がすごい、もうサラッサラ、値段が1272円です。でかいね大きさが、触ります、やばい音良くて気持ちいい、柔らかい、あー気持ちいい、見てこれ低反発、といい、あ匂い匂い、あ匂いなんかね、やばい、匂いはパンの匂い、もうこれこの状態最高です、気持ちいい、音がいい、気持ちいい、これはおすすめ、こうやってるだけでも音いいもん。これでバングットの11個のスクイーズは以上です。本当にバングットさんのスクイーズとっても気持ちいいので、ぜひ皆さん下のリンクから見てみてください。可愛いのとかいい香りのとかたくさんあるので、ぜひ見てみてください。私のおすすめは、匂いとか嗅ぎたい人はこれ、は、超グレープの匂いがする。で、もう柔らかいっていうのを触りたい人はこれとかこれで、ストレス解消したい人はこれだね。本当にすごい柔らかくて、でもね一番私がおすすめするのはこれかな、本当に最高、これ音良くて、ぜひ皆さん見てみてください、とっても気持ちいいです。今回はバングットさんのスクイーズを11個紹介しました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。リクチャンネルでした、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。でチャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてツイッターとインスタグラムもフォローよろしくお願いします。リクチャンネルでした、バイバーイ。